キックのシュルシュルラジオです。まあ、あくまで僕の思い込みかもしれないけれど、ふとね、思い出したことがあって、その時の話をしたいんですけれどもね、あのー、以前、まあ僕がね、こういうサイキック芸人みたいなことをやるようなきっかけになったのが、あ,あの、TBS の超能力特番、えー、若手芸人をね、山に閉じ込めて、えー、様々な修行をね、 般若心経を書いたりとか、滝に打たれたりとか、まあ、投資の訓練をやるとかね。もう、様々。自分のね、こう、願望をね、すごく、一番できる限りの大声で、あの、山の向こうに向かって叫ぶとかね <laughs>。まあ、いろいろなね、修行をやって。で、それを監修してくださったのが、あの、日本の超能力、 界のね、サイキックの大御所の秋山誠先生という方でね。で、まあ、その超能力特番で、えー、なんかこう、このサイキックの世界の面白さに目覚めるというか、どちらかというと、ちょっと唯物論というかな、唯物史観みたいなもので、ものが全てだとか、合理性が全てだとか、目に見えないものイコール怪しいと思ってた僕が、 なんかね、すごくこう考え方が変わって人生がまた楽しくなったきっかけとなるね、番組があったんですけどね、その番組のプロデューサーの方が、もう TBS ではね、様々なサイキックの人とね、こうお仕事をしたりして、そういう番組を折に触れて作られていたような方で、で、その時はもう関連会社の方に移られてたんですけれども、もうその人脈をね、フルに活かして、超人クラブといってね、 あの、超能力者である方とか、サイキックであったりとか、まあ、その業界で有名な人をね、こう、一堂にガッと返して、赤坂の某所、隠れ家で、あの、まあ、単純に飲み会したり、情報交換するっていうことをたまに行ってたんですよ。 で、僕はあ、その時のね、あの、サイキックのね、えー、僕の、あの、先生、いろいろと教えてくださっている、その秋山誠先生がね、声をかけてくださって、あの、連れてってもらったんですけれどもね、まあ、様々な能力者がいて、能力者って基本自分ナンバーワンみたいな人が多いですから、<laughs> もうプライドとね、あの、なんていうのかな、自負の塊みたいな人が多いから、 みんなで和合するような回になるかっていうと意外といろんなものが飛び交ったりするんで。で、俺なんかそれ見ててか、怖えなー、みたいな。でも勉強になるわー、この雰囲気、この空気感、みたいなね。みんながなんか和して仲良くするみたいな感じでもな、ないんだけれども、それこそ秋山先生がいらしてて、スプーン曲げのね、エスパー清田さんがいらしてて、で、まあ、他にもね、まあ、まあ、 まあ様々、名前は全ては出しませんけれども <laughs>、いろんな方がいる中でね、あの、アメリカ人の方の弁護士の方がいて、で、その方が相当な、まあスピリチュアルというかサイキックな方でね、で、奥様が日本の女性の方なんですけれども、 その時にね、あの、そのアメリカの弁護士の彼がね、僕よりもちょっと年上ぐらいだったかな、当時。まあ、立派なお仕事されてる方なんですけれどもね、あの、何年前だったかな、ちょっとそれが思い出せないんで、ただね、もう5、6年ぐらい前だと思うんですけどね、あの、携帯の写真をね、みんなにやたら見せてて、なんかね、 ある日、普通にこう、街を歩いていたら、それこそこう、昼間ぐらいの街ですよ。ざっと歩いてて、人々がたくさんいると。ね。で、き交う人々もいる。活気がある街ね。を歩いていたら、急に、その異次元みたいなところにポーンと迷い込んで、迷い込んでっていうか目の前の人が全員消えたんだって。消えて、 一子一人いないね、街に入ってったと。で、時間は少しこう巻き戻って朝方になってるんだって。朝方なんだけれども、誰もいない。本当に、この世に人がいなくなったんじゃないかっていうぐらい人がいないんだと。そういうところになんかね、迷い込んじゃったんだって。時空の何かを狭間を超えたのか、変なこう扉を開けてしまったのかね。で、それを、 写真に撮ってきたと。でね <laughs>。で、また、はっと戻ったら、あの、元の世界に戻ったらしいんだけれども、その、迷い込んだ時にね、とにかくその街に一っ子一人いないっていうのが不思議だったし、それを確実に自分は体験したんだと。で、これがどういうことかね、あの、分かる人がいるかみたいなことで <laughs>、その写真をね、その、いろんなサイキックの人に見せて見解を聞いてたんですよ。で、僕も見せてもらったんだけど、 まあ、とにかくね、その、えっとね、海外ですよね。日本ではないんだけれども、アメリカなのかなその辺もよく聞いておけばよかったって思うんだけれども、あの、海外石畳だからちょっとなんかヨーロッパっぽいところではあるんだけれどもね。と言ってもアメリカでもそういう場所あんのかなすいませんね、その辺が。あやふやなんだけど、とにかく人っ子一人いない。ただ、朝方だから、うん、まあね、本当に朝方に人っ子一人いないような、 時間帯にそこに行って写真を撮ればね、そういう絵が撮れないこともないだろうとは思うんだけれども、まあ、結構な大の大人でね、その、立派なお仕事されてるからって、その人が、必ずしもね、あの、なんていうのかな、よく、よく言われるけど、ま、まともなお仕事をされていて真面目な人だからそんなこと言う人じゃないんです、みたいなね。 ことをなんかこう説得力にするような話の流れってあるけども、まあそういう仕事されてる人の中でもね、ちょっといろいろと言っちゃってる人もいるとは思うんだけど、その人はね、本当にね、これがなんだ、なんなのかわからない不思議であるってことをね、あの、結構いろんな人に食いついて聞いてて見解をね、求めてたんですよ。 で、僕にもね、あのー、どう思うかみたいなの、<laughs> 俺全然わかんないからさ <laughs>。いや、俺聞く人間違えてますみたいな。うん。ま、あ秋山さんとか他の人に聞いてくださいみたいな感じだったんだけれども、とにかく一っ子一人いない街に急になんかこうワープしたんだと。で、その、 その時の写真も撮れてるって言うんだよね。で、奥様も大真面目で、まあ大の大人二人が、それをね、しつこく周りに聞いて、で、この写真が何なんだとかね、こんな経験を僕はしたんだってことを、言う意味もわからないじゃない。ですか。<laughs> ってことを突き詰めて考えた時に、最近ね、はっって思ったんですけどね、あれってね、あの写真って、まさしくね、その、このコロナによって、 って、街がロックダウンされた時の、要するにその街だったんじゃないかなっていう風にちょっと思ったんですよ。ふっと思い出して。要するにあまりになんかね、その、まあ、飛んでる話だったから、僕の中でもまあそういうことあるのかなって、でもよくその、どこに飛んでいったかもわからないし、その全く人がいない街に行くっていうことの、に対しても、なんかまあ意味がわかんないなって思ってたんですけど、今思えばね、 人類史上にとってというかな、重大な天気点というか、ポイントになるような場所に前もってポーンと入っていったっていうことなのかな、みたいな。コロナでロックダウンされた時の街ってまさしくあんな感じでしたからね。本当に一っ子一人いない。あの、僕が住んでる、今住んでる街の商店街も、ここまで人がいないかっていうぐらい、 緊急事態宣言の時とか人がいない。もうこの風景ってもう見れないかもしんないなっていうぐらい人が全くいない時とかってあったんでね。そこに彼がひょっとしたら飛んでいって、で、ふっと戻った時に、あれは一体何だったんだ。本当に不思議だし、その意味がわからないっていうことをずっと自分でも判断ができずにね、そういうまあ次元を 超えていくというか、軸を超えるようなタイプの人なのかもしんないんだけども、理解まではできなくて、周りの人に聞いてたのかななんていうふうに思うんですよね。ただ、実際に写真を撮ってきたっていうこと、ね、これを考えると、ビジョンの中で、先に、霊能みたいなもので、ポーンとその時まで行って、その時の景色とか雰囲気を見てくるっていう人は、いるっていうのはこれはわかるけど、実際に、 そういうところに飛んじゃう人っているのかもしれないなーって思ったっていう話なんですよね <laughs>。あの、歴史の中でもね、過去にね、過去の写真に現代の人が紛れ込んでるとか <laughs>、いうね、話があったりしますもんね。うーん、そういうの考えるとね、すごい昔の時代に、あの、 プーチンが <laughs> 昔の時代の写真に写ってるとか <laughs>、ロシアに似たような顔の人いるだろうって思うんだけど、プーチンさんがそういう体験を実際したかどうかは別としてね、なんかその、ポーンとビジョンで見るっていうだけじゃなくて、本当にそ,のそういうところに飛んでいってしまう人もいるのかもしれないなと思ったということと、 その人が見たのがやっぱりこの本当に人類の転換期となるね、コロナの時の、ロックダウンされた街にワープしたんじゃないかな、みたいなことをね、最近ちょっと思って、また会えたら話聞いてみたいんだけれども、うん とにかく最近またね、こう、第3波みたいなことを言われてる中で、またロックダウンみたいなことがね、各国であるのかな、なんていうことを考えた時にね、あ、と思って、ひょっとしたら彼があの時にね、熱心にこれは何なんだっていうことを聞いてたのが、ロックダウンされた未来にね、実際に彼がワープしてしまった時の話であり、写真だったのかもしれないなと思った話、今回はさせていただきました。